any other large duty free bag is placed up in the overhead compartment. はい、ジェットチャンネルでーす。ちゃみかでーす。おばたでーす。今日は福岡県にある、大須サービスじゅんさんに遊びに来ました。イエイ。遊びに来たんじゃないよショップの、あのそうよ、訪問すいません。佐賀に行く新幹線の回の流れで、佐賀から福岡に来て、福岡に来たら寄らんといけんじゃろ。そうですね、もうっていうんで来ました。はい、俺のね、ネガティブ仲間の、はい、あの拙者トークでも出たそうそうそうやってきました。はい、で、車を何台か取らせてもらいましょう。はい、今置いてある在庫車とか、あのカスタムしとる車とかね、あのアメ車なんかもあるけど、エブリーのリフトアップの車とかね、かっこいいのがさっき見たけど、はい、いいね、あれ。いや、もう気になるのが、気になるなら買いにさいやまあちょっと欲しいですね。じゃろ、働く車欲しいなら買った方がいい。まあみんなも迷わず買ってください。うん、ちゃんみか車持ってないよね。うん、ありじゃん。初めにしては全然、うん、いいよ、ありよ。かっこいいよ、リフトアップ、うん、買った方がいい。女子が乗ってたらやっぱ今流行っとるじゃん、あの手の車。はい、リフトアップのエブリィといえば ASJ。 はい、ね、間違いない。はい、なんでちょっと撮影させてもらいましょう。はい、はい、じゃあ行きましょう。よっしゃ、行こう。おういちいちおばくんなんか嘘くさいよねよっしゃ行こう。はい、じゃあ行きます。はい、じゃあ車の紹介をします。はい、早速、はい、って言っても、うちの車ではないじゃん。はい、だけど俺じゃあ説明がしきらんのんで、はい、ネガティブ友達をここで、はいはい、に説明してもらいましょう。はい、社長の久保山さんです。はい、でもあの姿は出ません。はい、お願いします。お願いします。ね、お願いします。嫌じゃん、俺も嫌だけど、はい、もう出たくないあれ急にちょっとネガティブ、もうなんかちょっと叩かれたらもう多分そうダメだ。いや、あの二人揃ったらすごい急激な、ね、そうよ、そうよ、入っちゃう感じです。もうこの空みたいになってきて、そうそうどんどん曇ってくる。すごい負のオーラがいや、おばくんすごいよね。いやいや、もう明るくいきましょう。はい、こいつブサイクとかキモいとか俺しんどるよ。改めて言わんで大丈夫です。紹介はしなくていい。はい、あ、ごめん。車の紹介を、はい、じゃあ紹介しましょう。はい、じゃあ、はい、二人で見て、あの社長に質問投げかけてください。わかりました、お願いします。はい、じゃあ早速こちらの車です。ででーん、エブリー。エブリー、エブリーですね。クリッパークリッパー、クリッパー、あ、すいません、クリッパー色がまず見て、クライスラーグレー。クライスラーグレーですか。クライスラーのグレー、おー、色がの全塗装、かっこいいですね、うん、このいい色、いい色が。バンパーもこれ塗ってる。バンパーはツヤなし黒。あ、ツヤなし黒で、おお。ライトとかもライトはもう純正の、純正のまま。へえ。このタイヤも、タイヤはそれ14インチに変えて、14インチの鉄筋のマットスター。おお、マットタイヤいいよね。いや、かっこいいですね、似合います、こういう車には。なんか、うん、こっから見えるあの給油口のあれがね、うん、あれですね、おしゃれ。これなかなか見ないですよね。それは作ったやつですね。オリジナル、オリジナル、ね、ASJ のオリジナルだと思います。あら、曖昧な控えめにそこは言う感じで作りました。とにかく作った。こういうの最近ハイエースとかでも、うん、はい、どうやって開けるんですか。いい、切ったらいいよ。いや、むちゃくちゃなこと。何でも切ったらいい。いや、このクリアな感じおしゃれです。おしゃれ、おしゃれ。これは欲しい人はぜひ ASJ までお問い合わせください。はい、作ってくれるはずです。ぜひお問い合わせを、優しくお問い合わせください。優しくね、優しくね。これほんまいい色だね。いい、うん、色はもうすごい。天井との塗り分けもされてて、おしゃれです。おしゃれ、おしゃれ。なんか戦闘機っぽくていいわ。そう、戦闘機の色にしたいけど、あれ色がなかなか難しいですよね。ちゃんみかはどう、こういう働く車っていうか。
カスタムしてるのは想像したとエブリィとなんか全然違くて、あいいよね、うん、かっこいいです。普通になんか戦いそうでも働く車ってより戦う車、戦う車の、うん、どっちかというと社長好み、まあ、俺好きじゃない、うん、ですね車。前ね、ここオートサービスジュンの、はい、サクシード、あーはいあります、ね、同じような色、はい、あれもかっこよかったよ。あいい確かに。あごめんおばくん、はい、話脱線するけど気づいてあげるねごめん、はい、サングラス今日もしてる。あ今日もやっぱ決めとかない福岡福岡来て、はいちょっと持ってきたんですけど、ちょっと変よでもパーマよりはいいんですよ。パーマよりはマシだけど変かどうかあのみんなコメントしてください、はい、あの似合ってるかどうか、はい、明るいコメントをください、うん、じゃあ次のもう一台いきましょう。はい、はい、次は白い隣のこっちの白い、こっちはエブリ、こっちはエブリです。エブリ、うん、これはボディの色は、ボディは純正、純正ですか、はい、でこっちのバンパーがまたマットブラック、マットブラックし、こっちもシンプルな感じで、こっちはバネで2インチ上げて15インチの鉄筋、うん、2ブロックタイヤ。あ15インチだけ、15インチなんです。あんまりそんな上がっとるように見えないけど、上がっとるんだね。あ確かに。あれも給油口ですか。そうよそうよ、 あれは純正のね。いけ、さっきのとは全然、うん、クリアだったもんね、うん、こういうシールがおしゃれでいいよね、うん、あこれおしゃれですね、こういう車横におしゃれ、はい、こういうアウトドアな感じ、はい、キャンプとかこのままいける感じで、キャンプとかしたことないし興味ないけどそこ言っちゃう感じで、デザイン的には、まあはい、売れるかな、うん、黒で引き締まる感じで、うん、ネットなんかでね簡単に最近ね手に入るもんね、はい、うん、そうですね、メルカリ、メルカリ、はい、メルカリよく出てますね、そういうシールって見かけます、いいよね、はい、ぜひみんな買ってこう、うん、こういう風にしてください、うんはい、じゃあ次行きたいと思います。はい、はい、はい、じゃあ次はこっていうかすごいの、いやなんかもう目を引く色も、色もだけどこのリアタイヤすごくない？いや、えげつないですこの話ねえすごい角度、キャンパーが、うん、ね、すごい色はなんかエヴァの初号機みたいな、確かにこれワゴン R ですよね、ワゴン R、 あ中もすごい、あ、ほんとすごいすごいよ、日照機です。うわー、エアコンのあの吹き出し口が中心となって、あーほんまだあーかわいい、ちゃんとあそこも塗って、ね、デザイン性が高いよ、うん、かっこいい。ちょっとこれはまた後日、はい、これ1台でちょっと作ろう、はい、そうです、紹介しましょう、紹介しよう、そうですね、気になるとこは結構あるんで、はい、気になるとこしかないじゃん、ね、こことかね、すごい、うん、ASJ こんな仕事もしてくれます、はい、でもね、福岡でなんかすごいカスタムするって言ったら来た方がいいよね。いやもうもうみんな寄ってって、そうそうそう、見た目ちょっと怖い社長だけど、 で、でも話したら、話したらすごいネガティブでいい人、ネガティブでいい人ってなかなか聞かない言葉ですけどいいと思うよ、はい、いや本当に来てみたら相談とかも作れるよ、うん、はい、うん、みんな来てください、ぜひ、すごいわ。でもこれ、はい、まあ、またこれは後で取って紹介しましょう、はい、はい、それ決めポーズ、オートの決めポーズは、ね、はい、じゃあ次へ行ってみよう、行ってみよう、はい、中に来ました、はい、来ました、あれなんよね、 ASJ さんはね自社板金をするんで、ここで板金塗装、そうですね、あっちの、ね、カスタムペイントとかね、はい、全塗装とかも全部やるんでいいよね。いやもう全部が一体な、うん、うちはね板金ができんけどあれだけど、はい、いいよね。いやいいですよ、福岡の人でね、アメ車だったり、まあ今ちょっと少ないけど J ラグとかね、うん、の人はぜひ、そうです、来てください、全部板金とかもね、大場くん板金すりゃいいじゃん、板金ちょっと見る限りすごい大変
だなって思って、ね、ちょっと俺は要線ね、僕も、うん、塗装とかも結構もう本当職人って感じ、そう、ね、すごいもんね、すごいすごい、よう塗らんよねこんな、無理綺麗に、なんか綺麗ですもん、綺麗綺麗に塗り上げてられる。これ別動画で後で紹介するけど、はい、このクライスラーもね、あこっちのもうちょっと 見た目もすごいインパクトが ね、うん、ねあるよね、近くで見たらこう、まあ、後で紹介、うんうん、すごいよね、あのフレークも入ってて、入ってね、かっこいいですよね、かっこいい、乗りにさえ乗りたい。オボ君プリウス手放しこれにすればいい、いやありですね本当っていうぐらいいいっす、ほんと300、うん、あれあのエクスカーズのお客さんがいいよって、あはい、女にモテます、いや言ってます、それを聞いてちょっとあの揺らぎました、あーいい、ほんまね、あの後で他の別動画でこれ紹介するけど売り物なんで、はい、ぜひこちらの、うんうん、気になる方は九州方面の人は、九州の人はあの ASJ に直接問い合わせください、中国地方の人はうちに行ってください、そうですね、僕らに、はい、ぜひ、はい、お願いします、はい、はい、外に戻ってきました、はい、戻ってきました、それにしてもすごい汗だね、いやもう暑い、本当広島は比べ物なら立っとるだけで暑いもう暑い、多分映像では分からんと思うんですけど、もう顔面この辺とかと、そうそうそう、前の時はね、こんなアップを撮る系またおばたキモいとか汗がすごい、もう目の下の汗が、ね、すごい笑顔メガネって暑いね、ちょっと外でメガネ宣言、すごいよここおばた汁、おばた汁満載じゃん、僕の映像になってる、これでラーメン作れるんだ、出汁が出る、いやでもすごい塩分っす、あ今食べた汗食べたよ、え確認せん、なんかそういういやせんなんか、あ大丈夫かなと今の体調ってならちょっとよくわからない、まあまあそんな感じでね、はい、今日はASJ さんにお邪魔しました、はい、どうだった、楽しかったです、楽しかった、暑いけどね、暑い、うん、今からね車で帰ると思ったらもう大変、考えないでおきました、それは、考える、だって運転するの俺じゃない変わります、君ら座っとるだけじゃ変わります、あ、ね、はい、まあ、でもね本当、カスタムとか車の販売はもちろん、はい、板金とかね、カスタムとか何でも相談乗ってくれるところなんで、そうですね、福岡のぜひぜひ方はあの福岡周辺の人は来てみてください、はい、ぜひ、とてもいいところです、はい、ぜひ、まあ、だって思わん、俺あんまり人と仲良くせんけど、まあそうですね、見ないんで、ね、それが仲良くするって言ったらね、はい、いいとこってことなんそういうことだと思います、あとネガティブ仲間そこが一番でかいところ、さっき危なかったやろ、いや危なかったさ、闇に飲まれ込まれそうなった怖かったわね、ちょっと見よって、うんうん、なんとかこうポジティブポジティブ行かないでって二人はポジティブだもんね、はい、うん、ちょっと急速に、ね、ネガティブ、ね、ちょっとびっくりしたけん私らも焦ったんですけど、まあそんないいところなんで、はい、カスタムだったり普通の修理とかね、はい、そんなんもやってくれると思うんで、来てみてください、はいはい、ぜひ遊びに、はい、お願いします、はい、じゃあ終わりましょう、はい、はい、チャンネル登録と高評価お願いします、ありがとうございました、サポーテッドバイジェットシティ。